村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、スタジオ14プロ、プロじゃなくてもこれはできると思いますが、ベンドマーカーといいまして、一つの音源をですね、分解バラバラにしてくれる機能です。ちょっと見ていきましょう。今回も少し今制作中の田中さんの音源で少し実験をさせていただきたいと思います。こんな音楽です。ベンドマーカー使うときは、ソロなんかで見るといいと思います。とってもですね、相方のルクさんのストロークがとっても正確なので、ほとんど直すところがないんですけれども、こうやりたいものをこうクリックというか選択しておいてですね、あとは分析というのを押すだけでいいです。分析のこのラインの考え方なんですけれども、ここでスレッショルドというのを変えていくとですね、この線が右にするとこう多くなり、左にすると少なくなるということで、今はほとんど正確なので少なめに しておきます。83ぐらいにしておきましょうか。これはいつでも追加もできますので、そして、こうやって聞いていきます。そして今クリックも入れていますが、ちょっとおかしいなと思ったところで止めます。ほとんどおかしいところはないんですが、数字の7を押すとこのベンドツールになります。ちょっとここが、遅れが、緑色になったのが詰まったところ、赤が伸びたところということで、赤の色がこれを多くするとだんだん濃くなります。はい、ここにないんですが、ここにもう一つちょっとずつアップストロークがありますね。これがちょっと早いからチャ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 ーンとこう、速さを感じるので、ここに今ベンドを1個追加してですね、タタタンタン、こんな感じで、はい、綺麗になりましたね。綺麗になったのがわからない人はこれはもうしょうがないですね。変なこと言うなよって。はい、ちょっとここらか気になります。はい、これもですね、ツタツタの2つ目がやっぱりこうね、線に比べて速い、ここ速い速いになってますので、これを拍に合わせて、
ベンドマーカーはこうやってデリートをして削除することもできます。ここないですのでちょっと追加します。クリックするだけです。先打ち込みですね。本当はここじゃなくって、マーカーがですね、オルトをしながらするとマーカーの位置変えれます。この拍で、合わせていいということになります。相方ですね、一発で弾いてくれてこんな正確に弾いてくれました。耳が良くなってね、ちょっ
としたツッコミもたりも全部聞こえるようになってきました、これですね、ツールも素晴らしいですけれども、これって耳が良くないとですね、わからないというね、これだけは、練習してもらわないとしょうがないですね。ちょっと早い。ということで、ね、1曲のうちにこんな微妙なところが10箇所程度ですか、そのくらいしか、編集するところがなかったと、いやこれね、とってもたくさんあったら僕もですね、まあ、それは、今後しっかり練習してくださいなんていう話のところなんですが、あまりにも、正確だったので、まあ、それならもうほぼ完璧にですね、やってみようと思って、今日はこんなところまでバッキングのこうエレキである程度こうどういうんですか、分かりにくい部分ですのでですね、掘っておくところなんですが、もうちょっとさえ直せばもうほぼ完璧というのになりそうだったので、やってみました、歌と合わせるとイエイエイエイ笑いながら泣きながら時に怒りながらめげながらへこみながらベストかきながらイエイエイエイ迷いながら苦しみながらということで、近いうちに、田中渉さんの CD が、12月の中盤ぐらいから、発売されます。ぜひともぜひとも、皆さん、ゲットしてもらえるように、また田中渉さんの方にご連絡よろしくお願いしたいと思います。ではそういうことで、村長でした。